写真拡大。一試合総当たり制で行われた東京六大学野球春季リーグ戦が幕を閉じ、より日常的なスポーツの秋を求める日々へ向かう。そんな中、10月26日のプロ野球ドラフト会議に向けて東京六大学で注目されるのは、名大の背番号11をつける入江大生投手4年だ。左腕では早川、総大が1番だけど、右での魅力は入江と押す DeNA ファフマスカウトをはじめ、各球団の担当は常に入江の投球に熱視線を送り続ける。187センチ、84キロで、最速152キロを誇る右腕は、リーグ通算29試合で2勝6敗、防御率 2.76。勝ち星は少ないものの、スライダー、フォーク、カーブと変化球は多彩で、72回23を投げ、79三振を奪っている。昨年までは1年先輩の森下、現広島を軸にした投手陣で出番が少なかった。また、登板時に援護に恵まれなかった点や生真面目な性格が、勝敗にそのまま現れている。素材的に評価されるのは、まずマウンドに立つ意識の高さだ。2016年夏の甲子園優勝の作新学院校、栃木の4番1塁で3本塁打を放ち、高校日本代表でも野手として活躍した。ところが、投手として日本一を目指したいという本人と迎え入れる明大と一致したスピリットがある。しかも高校時代の同期今井達也投手が西武にドラフト1位で進んだことに、時期が来たら自分が越すと胸に秘めての進学だった。その明大の2011年からの背番号11は野村、広島1位から、昨年の森下、広島1位といずれもプロに進んだ。リーグ戦近くになると行うエースの練習方法がある。ブルペンで20球投げると、すぐに左翼と右翼のポール間ダッシュを行い、戻ってまだブルペンで20球投げて、を繰り返す。投手として打席に立ち、出塁して、全力疾走でホームインし、その後マウンドに立って、エースの投球ができることを前提にしてのものだ。今時ナンセンスという声が聞こえそうだが、これだけでなく、11は明大秘伝のエースの鍛え方を全うしてこそ、4年生最後の秋に進化が問われるのだ。終戦直後の1946年春以来の1試合総当たりのリーグ戦では結果が出なかったが、点を取られなければ負けない。自分が甘いと春の最終登板後に唇を噛んだ入江。この1ヶ月で再び審議体を鍛え、秋の陣で1年先輩の森下のようにマウンドで仁王立ちする姿をスカウトは待ち望んでいる。赤堀博之、明大の背番号11、線、手、指、間、2011、野村雄介、11年、広志、島、1、12、岡博美、13年、日本ハム、3、13、山崎福也、14年、オリックス、1、14、山崎福也、15、上原健太、15年、日本ハム、1、16、星、ヤクルト。